我々のもとに一本の動画が届いた。その中には撮影者とおぼしき男性と可愛らしいコロン、あ、いや猫が戯れる姿が収められている。投稿者によれば、問題の電柱が映し出されたシーンを見返していた際、違和感を覚えたという。普段は懐いているのだが、突然何かに怯えるかのように走り出したという。その後に問題のシーンが収められていた。あらら。お分かりいただけただろうか。電柱の下側に不気味な笑顔を浮かべた顔のようなものが浮かび上がっている。この電柱は歓楽街に存在しており、酔っ払いが立ちションする姿が頻繁に目撃されている。あまりにも立ちションされすぎた電柱の怒りがこのような形で姿を現したとでも言うのだろうか。そんなことあるわけがない。翌日現場に確認に向かったところ、ただのシミだったことが判明した。それだけである。